な帰ろうか。忘れ物だけないかもう一回見とこう。オッケー、ないな、行こうか。急な感じなんやから危ない。ゆっくり行こう、ゆっくり。あ、危ないからな。よいしょ。今日も誰もおらんかったな、山頂。ああ、まだゆっくりしてる人おるんかなと思ったけど、もう全くおらんかった。で、後から登ってくる人もおらんし、一番最後やったかな。ああ、高い。なんだここは。行こう。じゃあどこ行ってんの？どこ行ってんの？どこ行ってんの？おお、じゃあまあ降りるか。降りよう。相変わらず走るな。まあ下山は楽やって登るより。どれぐらい ?1 時間40分ぐらいかな。多分登るのは、山頂まで1時間40分ぐらいトータルで。だから下山はどれぐらい ?1 時間ちょいぐらいで行けるのか。もうちょいかかるか。登るより早いね。あ、4時半ぐらいか。でもゆっくりしよう。油断したら落ちてしまう。まあ片手に、おい何してん、何もおらへんやん。おいで、行くぞ。片手にこの紐を持って、もう片方でカメラを持って、両手が塞がって、なかったらもったいない。あーでもなんか登るよりやっぱ降りる方がめっちゃ楽。こっちやで。めっちゃ走るやん。なんて危ないからな、あんまり走りすぎたらよほんまにすごいね。え、これ取っちゃう。ょっと待って、これな、めっちゃ危ない、やばいよ、こんなゆっくりいかないと。まあ下山は下山でね、まあ、登るより楽やけどやっぱ危ないよね。ほらどこ行って、おいなんかさ、こう石とかが落ちて、その音がなんかが動いたと思って勘違いしてさ、それで追いかけに行ったりして。山頂で水いっぱい飲んだから息より軽い、カバンが軽くなってる。うん、そっちじゃないぞ、こっちやで、こっちやこっちや。もうなんかこうどこが道やか分からんような。そっちから行くんか。おいおいどこ行ってんや、降りておいで。どんだけ元気な。家帰ったらまた散歩行きたないやろ、分かってんねんもう。あ、ちょっとここなんかぬかるんでるぞ。さっきこんなん濡れてなかったよな。なんでな。こんな短時間でなんか濡れる。金メス。なんやろ、行こう。うわうわ、険しいだけやな。よしよしよし、行くぞ。これもすごい険しい。うわ崖っぷちの状態で。行こう。やべえなんかおった。よっしゃ。12分。歩き始めて12分。次。来た道と別のルート行ってる。うわ、でもやばいな、ここ。やばい。これやばいよ。うわ。まあ、まともに整備されてないからさ。ほんまにこれなんかさ、ちょっとずらしただけでも多分落ちてきてる。もう一区の楽勝で。ちょっと待ってや、危ないで。いや、これどこがどう道なの？まずそもそもそれがわからん。こっちやな。これ、一応落ちないようにって、紐あるけど。こっちでいいってことやな。捕まれってことやな。落ちた。やばすぎやろこれ。一応だからこの標識があるっていうのがそうだ。うわ。ああ、そっちじゃないぞ。これ通るん？やばいって。ちょっと待ってくれ。かなり怖いで、これ。うわ。待ってや。落ちるで、これ。ほんまに落ちる。これ。ゆっくり行こう。ここにロープあるし。いや、そのまま戻るべきやったな。こっち来るべきじゃなかったな。やばすぎるこれ。ちょっと待って、これ使わないと。いや、一旦止めようか、これ。ちょっと一旦、めっちゃ危ないんで、これ、一旦カメラ止めます。すいません。さっきのね、分岐のとこに、戻ってきまして、この、なんていうの、水無山北尾根コース。もうこっちに行ったら、ちょっとやばいっすね。そもそも、戻れるのかどうかさえもよくわかんない。戻れるんか。でも、西明寺、北畑って書いてるから戻れるんやな。そうか。じゃあ、やっぱり行っててよかったんか。なんか、こっちで合ってんかどうかそもそもわからんかったし、もうこのまま来た道戻ろう。いや、大変な目にあった。登山楽しいな。なあ、あ、山頂で深呼吸するの忘れてたわ。ここでやっとこう。ここで1時間ぐらいで。もういいってん、それ石やん。行くで。相変わらずあれやな、疲れるとかそういう感覚がないんかな。降りよう、どんどん降りよう。6合目だいぶ降りてきたな。ここで1460、あと距離でいったら3キロぐらいか。3分の1は降りてきた。これで3分の1は楽やな、やっぱり。来るときに、なんか登るときより全然楽やな。いや、もう行くで。おい。ほら、ラーメン。面白いか。まあな、でもそうやって楽しんでくれたら連れてきた甲斐があったよ。よし、やっぱり山道ってこう荒れてるから、このなんていうの、石とかで足くじいたりなんかこう捻挫したりするかもしれんから、やっぱり特に降りる時ってそっち結構気をつけた方がいいな。体重がこうガッとかかりやすいから、登る時より多分くじいたりしやすいと思う。元気あり余ってるな。それだけやったらさ、富士山も楽勝で登れるやろ、こんな。なあ、来年挑戦するか、富士山。変な道行かんかったら今頃3合目ぐらいまで行ってるんから、あれでだいぶ時間無駄にした。20分だけです。30分無駄にした。そう、まあもう半分ぐらいは降りてるから、あとは朝お4合目。早い、柱が、おい、柱が出てくれ。危ない。4合目降りてきた。しんどいな、もう行くで。何や、鹿かな。なんか音。行こう。あれは人間じゃないよ、明らかに。行こう。虫をなんか飛んで行くで。もう行こう。いいよ、そんな危ないね。な、危ないで。4合目まで降りてくるぞ。やっぱり下山はかなり楽やね。うん、登るより圧倒的に楽やわ。あと2キロぐらい。まあ、こう木が密集してるとこを抜ければ日当たりが良くなるから、かなり明るくなったんだ。行くで。もう休憩です。いらんやろ。よまあ16時10分、8合目か8合目のとこから計測して今まで26分掘り始めてから3合目か。だから8合目から3合目で28分。8合目から3合目降りてくるまでで28分ね。早いな、じゃあ。だいぶ早い。どれぐらいやと。まあ、あと15分、20分ぐらいあったら降りれるんだよ。やっぱ16時半ぐらいには。上り1時間半ぐらいかかるけど、1時間半40分ぐらい、1時間半か、まあ40分ぐらいかかるけど、降りるのは1時間ぐらいでいけるか。うん、まあ2時間半。頂上でまあ30分ゆっくりするとしたら、まあ3時間ぐらいあったらいける感じなの。3時間あれば。まあ、そう考えたらさ、別に昼過ぎ、14時、15時ぐらいから登り始めても、いけんことはないよ。まあ最後、降りるときくらいから危ないかもしれんけど。車着いたらまた水あげるよ。もう水もあんまないからな。ここまた木が密集してるから暗い。がくれてるっていう。おい、何してんの？こっちこっち。あかん。なんで？OK、行こう。お、2合目の看板が見えたよ。2合目の看板が見えた。あと10分ぐらい。しよしよし。待て、もうちょっと。おい、柱当ててくれ。さすがに走ったら、原山登るのはさ、まださ、登るのはしんどいけどさ、一応走れんことはないけど、降りるの時に走ったらちょっとほんま危ない。危ないで。あ、危ないって。ほら。あかん。めっちゃ強く引っ張ってくる。うわ、やばい。行くぞ。おい。はあ、死んだ。待って。画面暗く映ってるけど、まあ実際そんな暗くない。ちょっとやっぱ光がないと、この薄暗い感じだけど、そんな普通になんか見えるのは見えてる。動画ではかなり暗く見えてると思うけど。今時間帯で言えば16時20分です。もう、ああ、引っ張るなってもう、危ないよ。どこ行ってるの？こっちや。おー、ごめん。ついにもう、はあ、登山口が見えてくるよ。はあ、やっとやな。マジでしんどい。やっぱちょっと光が少ないところは、この動画だとかなり暗く見えてるけど、実際そんなに、そこまで暗くないからさ、見えるからさ。今の時間帯は16時26分、うん、普通に見えるけど動画ではなんかかなり暗く見えてると思う、うん、ちょっと光が少ないからあーしんどいよ。もう寸前まで出口が行こう。うわ、動画はめっちゃ暗なってるな。まあそんななんか暗くないけど実際は全然見えてるけどね。オッケー。暗っ。ああ。しんど。降りてきた。降りてきた登山口。やっとや。こう、なんていうの、早く舗装された道を歩きたいよね。こっからか。しんどいしんどい。OK。降りてきたぞ。ああ。めっちゃ疲れたよ。帰りは誰とも会わんかったな。みんな帰るの早いな。登って帰るの。山頂着いた時別にまだ歩けるなっていう感じやったけど、降りてきたらやっぱ疲れるね。なんか一気に来た感じや。まだよ。まだまだ元気やな。すごいわ。なんでそんな体力あるの。ほんまに。あ、こっちだ。ああ、しんどい。ああ、やっと降りてきたよ。ああ、しんど。まあ、これで、標高1110メートルの綿貫山は制覇ということで、ああ、まあこれからもいろんな山、ちょっと登っていこう。登って、制覇していこうぜな。でもこの付近やったらこの山が一番大きいんじゃない？どうなの？他にもいっぱいある。兵庫あるかな。16時42分です。うわ。じゃあ。今は時間が16時45分。16時45分です。よっしゃ。今日の成果です。これ、ちょっと。今日の成果です。21,389 歩。うん。距離活動時間213分で消費カロリーが1425、総合距離 15.35 キロ、15キロ歩いた、はあ、で今はもうさっき水の今は水飲んで疲れたかもういいか疲れたよいしょ、行こうか。